2011年3月11日に発生した東日本大震災。岩手県、宮城県を中心に広い範囲で甚大な被害が発生しました。今、被災地の復興が少しずつですが進んでいます。そして新しい東北を作る活動も始まっています。いざという時のためにさまざまな訓練を行っています。隣近所の少人数で防災の準備や訓練を行い、災害時の情報伝達や救護をスムーズにしようとしています。防災関係機関とのさらなる協力体制の構築も目指しています。ボランティア活動も頻繁に行われています。被災者の心のケアから教育支援に至るまで幅広い活動があります。地の拠点として北上サイト周辺では東北大学と岩手大学が中心的な役割を担っています。また一関市には一関工業高等専門学校が、奥州市には国立天文台水沢 VLBI 観測所があり、技術者の育成や第一線の天文学研究を行っています。さらに東北を世界水準の地の拠点にしようという計画が進んでいます。宇宙の起源に迫る ILC 計画に加えて、岩手県が中心となって進めているのが三陸ジオパーク構想です。沿岸部の地質の学術的な保全と活用を目指します。さらに風力や波の力を利用した発電など海洋再生可能エネルギーを研究する国際的な拠点づくりに取り組んでいます。岩手県には東北自動車道に沿って工業団地があり、自動車、半導体、医薬品の関連企業が集積しています。トヨタ自動車東日本や NEC の関連会社など最先端の生産拠点もあります。将来的には ILC を中心とした世界的な企業が集う一大拠点にしたいと考えています。次の世代に向けた活動も活発です。中学生や高校生はILC につながる最先端加速器の研究を行っている KEK を見学。いち早く ILC の技術を間近で体験しました。また JAXA にも訪れ、宇宙開発の最前線に触れました。小学生にはILC の特別授業を行っています。ドイツマインツ大学で物理を教える斉藤教授が岩手県内を回りました。岩手県をはじめとする東北は ILC 計画を復興の大きな柱の一つとして、世界に先駆けた次世代の地域づくりを目指しています。